優勝だったかと思うので、はい、まあ、優勝経験同士じゃないですけど非常に高いパフォーマンスマッチアップ、行きましょう。波動ファイト。左手前右奥がタンクですね。結構タンクの動きなんかも気をつけて見ていきたいんですけど、はい、ただそれ以外スピード4のプレイヤーが2人いるアミニション、アタッカーアタッカータンクって構成ですよね。そうですね。さあ試合、序盤でライフ1枚までまず削ってきました。また1枚。さあ先にシールド展開してきたのはアミニションです。ああ鈴木さんまだ待ちますね。シールド守り壁。そうですね、高橋選手がライフ1枚なのでね、しっかりと失点を防ぐためにシールドを使用してきました。そして逆サイドは前の方で攻撃的に使ってきております。一旦ちょっと替えのフェーズのようなアミニション40秒。いや早いですね、時間経つのが。さあ0対0のまま40秒が経過しました。いやダウンタウン。先制点を決めてきたのはアミニション。だからもちろんまだまだ油断できません。はい、シールド枚数若干ですが矢沢の方が多い。1壁をどう使うかですよね。前残り20秒です。いやここの守り壁めちゃくちゃうまいですね、 D さん。さあここでさらに点差を引き離していく作戦。いやー直樹さん避ける。ライフ1枚なんですかね。さあそして取ってきます。それでも1点取る。さあミッションは2人が1枚捕らえられるか。まだシールド1枚残っていた。ラスト5秒。いやー割り切れるかシールド。これは完全に守ってる。おーここで試合終了。最後1点ねじ込みましたが1対3でアミニションの勝利です。おめでとうございます。いやー固い戦い方でしたね。いや素晴らしかったですね、うん。